はい、今回は白桃ラムネということでね、なんだろう、これが開けるのね。これラムネが かなりちょっと苦心いたしましたが、なんとかできました。これがスポンと下に落ちて落ちるというやつですね。ではね。白桃の味わいで、確かに ラムネって感じですね。で、の
イコール味わいで、まあこの夏にはぴったりなラムネですね。ラムネっていうとこのビー玉がね中に入っててスポンと落っことすんだけど、これ落っことすのが最初大変なんですよ。だから小さい子供だと多分できないと思いますね。ちょっと圧力が必要なんで、水が飲むとね結構このラムネの香りと味わいと白桃で、このシュワシュワっとした感じにラムネのこの爽やかな独特な味わいというか、これらがなかなか美味しくてね、まあ結構いいラムネの味わいで、うん、このさわっとした味わいと美味しさがねいいなという感じです。どうもありがとうございました。